志保高校志ラジオ。志保高校志ラジオ、今回はですね、農業クラブ全国大会意見発表の部で代表で行ってきました木村萌さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。お願いします。萌さんにはかなりの回数出ていただいておりますけれどもじゃあまずは結果はいかがでしたか。結果は優秀賞でした。優秀賞、はいはい、これは 順位というか、上9人中4人が入賞できて、そのうち1人が最優秀賞で3人が優秀賞っていう形になってます。ってことは萌さんは四天王の中の1人ではあるとそうですね、はい、実際にこう熊本現地に行ってみて大会の雰囲気いかがでしたか。やっぱなんかみんな緊張してるっていうのも伝わってきたし、会場がもうすごい場所だったのですごく緊張しました。かなり大きな場所でしたか。大きな場所だったし、その歌舞伎をやる場所だったので、なんかすごい綺麗でした。おごそかな感じの、はい、そうだったんですね。結果が出た時はどういう気持ちになりました。嬉しいっていうのもあったんですけど、やっぱ最優秀を目指してたからちょっと悔しいなっていう気持ちもありました。もし何ですかね、今後こう大人になって今回の経験こう何かに生かせるとしたら、こうどういったことにこの気持ちを費やしたいですかね。やっぱ意見発表で最優秀取るっていうので頑張ってその努力してきたので、その仕事に就いた時でも諦めないで努力していきたいと思います。もう結果につながったっていう経験がね、一個できましたから、はい、これをつなげていきたいですよね。そんな萌さんなんですけれども、つい先日何かいいことがあったというふうに伺っておりますが、はい、いかがでしょうか。就職先が決まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ってことはもう残りの学生生活はちょっと息を抜いてというか、今まで緊張し同士だったと思うので、はい、最後の学生生活楽しんでいただきたいと思います、はい、じゃあ萌さん、次の学校代表を目指している後輩に向けて未来聞いてくれるかもしれないので、はい、ぜひそんな学生さんに一言いただけますか。はい、やろうと思えばできるし、この最初からできないって決めつけないで頑張って代表になってほしいと思います。わかりました、北海道では最優秀賞を取られました北海道代表の木村萌さんに今回もお話伺いました。志保高校志ラジオ、ありがとうございました。ありがとうございました。